こんにちは方程式チューバーです今ご覧になられている問題2022年の2月に東北大学で出題された問題ですさてこちらの問題どのように回答されますかよろしければ問題を解かれてみてください解かれてる間は動画を一時停止でお願いしますねこの後かっこ1番から解説に入りますこの問題見落としてはいけない言葉がこちらに書いてあります これって何を言ってるかというと、L と M と N は正の奇数なんだと言っている。つまり、L も M も N も正の奇数です。そしてもう一つ、こちらに書いてあるやつですね。113と131は異なる組ですよというふうに書いてあります。このことに気をつけながら、カッコ1番から回答してみましょう。では、カッコ1番だよ。 k イコール99と言っているこれは一体どういうことを考えればいいかといえば L と M と N を足した合計が99になればいいわけだから樹形図なんだよねこうやって樹形図を書いてみよう L と M と N が奇数だということに気をつけながら L が1の時の樹形図を作ってみるとこんな形になるここには一体何個あるかということを考えてみたいと思う135これって等差数列だだからこの数列の数列 一般項を考えてみよう初項が1で交差が2だからこの数列の一般項は 2n-1 さてこの 2n-1 と97をイコールで結んであげると n の答えがこちらの樹形図の個数になる個数は49と出てきたところで次の樹形図を考えてみよう L を3にしてあげるとこんな形の樹形図が出来上がるよねさてこの中の個数は一体何個かといえば さっきのこちらの 2n-1 の一般項を使って 2n-1 と95をイコールにして答えてもいいんだけど実はよく見てみると先ほどの13597までが49個あったわけ95っていうのは97の1つ前だから1個数が小さくなるってて考えてもいいよねだからこのの場合個個数は48個だ次に L を5にして樹形図を書いてみた。 するとここでの個数というのは95からそのまた一つ手前の93までになるわけだから47個になるこのことを繰り返していくと最後は L が 97M が 1N が1の1個になるわけだこのことから K が99の時のこの樹形図というのはスタート最初が49足す次が48足す次が47 足すそして書いてはいないけど次は46足す45足すずっといって足す1までの和が括弧1番の答えということがわかるわけだつまりこんなことになるわけだよね。等差数列の和の公式を使って答えを出してあげよう答えは1225個になるこれが括弧1番の答えです。次に2番目は K が99の時今と同じ問題なんだけど LMN の中に同じ奇数を2つ以上含む組 LMN の個数を求めるという問題ですこんなこと言ってるのって思われた方実はこんなこと言ってるんだよね1197同じものが2個以上1と1が2つあるよね1197足して99になる3393これもそうだね558977っていうふうにして考えてみればいいわけだ気をつけなければいけないのが1つあるよね 一一九十七というのと一九七一そして九七一一というのはこの三つ違うものだというカウントをしなければいけない。同様に当然のことだけれども三三九十三も五五八十九も同じことが言える。じゃあ一体これがどこまで続くかといえばすると四十九四十九一これがラストになるよね。当然だけど四十九四十九一は。 四十九一四十九一四十九四十九三つあることになる。じゃあ、答えはこの一一九十七から四十九四十九一までが。ここに何個あるのかが分かれば、それを三倍すれば答えだよねって思われた方。違います。落とし穴があるんです。この問題。その落とし穴一体何でしょう。確かにね、方向性としては。 この1197から49491 49までが一体何個あるかが分かればいいじゃないかそれが3倍じゃないかって思われた方向性は悪くはないんだよねでもあることに気がつかなければいけないそれがこれなんだ3333 33 33なぜかってこれ実はこれ単独なんだよこの隣同じ数字だからないんだだからこの問題の考え方は1197から 49491までの個数を調べてほしいんだけどこの333333 33 33がこの個数の中に入ってしまうからこれを1つ除いた個数を3倍して最後にこの33333 3 33 33の1つを加えてあげるっていうことが大切なポイントになるんだよね動作数列の考え方を使ってね。 この数列の一般項は2 n ス1だから2 n イコール四4 9とすれば n が25と出るつまりここからずっとここまでは25個あるわけだけどこれを1個除いてしまおうこの33333 33 33以外はこれ以外は全部3つあるわけだから 24×3+ これが1個になるわけだねつまり答えは73個になりますでは次に括弧3だね N 大なり k を満たす最小の k を求めようという問題ですちなみにラージ k は3より大きな奇数だからどんなことがあってもラージ k は5が一番小さい数になるよねそこでこの問題ね何を言ってるのか理解を深めるためにねまず k=5 の時を考えてみるとね k って l+m+n のことだからこれの樹形図を書いてみるとこの3つになるわけだよねつまり N が3で、今ここで k は5だから3と5の代償関係は3小なり5だ。ここで望んでいる答えは n 大なり k だからこれは適さないよねでは次に k が7の時を考えてみるとこんな樹形図が出来上がるよねージ N、つまり個数は 3+2+1 のことだからージ n は6であるそこで7と6の代償関係を考えてみると6小なり7 n、大なり k を満足はしていないから違うんだけどなんかだんだん近づいてきてるよねじゃあ k を9にして考えてみたいと思う樹形図を書いてあげると一目瞭然になるんだけどまず l が1の時は4個 l を3にすると3個 l を5にすると2個そして l を7にすると1個だ個数は 4+3+2+1 つまり10になるラージ n が10で K というのが9だったよねということでこれ初めてここで満足したわけだつまり最小の K は9ということになりますいかがだったでしょうか今回の東北大学の問題あまり難しく考えないで受験図から攻めていけば比較的簡単に答えが出た問題だと思いますまたよろしくお願いします